は、日本の政治家、実業家。元衆議院議員の綿貫多美助は長男。兵庫県三原郡が周村の南家に生まれる。父は、兵庫県議、自由民権家の南加五郎慶応義塾大学理財科卒。卒論は、交通経済学。卒業後は、日本電力に入社し、日本電力社員として、小牧ダム建設のため、富山県南町に入る。 ダム建設反対運動の最中、運動形との接触を通じて、ダム反対派の中心メンバーの一人だった、渡抜久氏と知り合う。渡抜久氏らが条件闘争派として、反対運動からの分派行動を取る過程で親しくなり、渡抜久氏の長女と結婚する。渡抜久氏の長男が交通事故で亡くなったため、婿として渡抜家に迎えられる。その後、 富山県会議員を経て、1943年に、隣運輸を創業、社長となる。1946年の第22回衆議院議員総選挙において、富山県から日本自由党公認で立候補して、衆議院議員に初当選。翌1947年の総選挙で再選、通算で2回の当選を果たした。しかし、間もなく岐阜の渡抜久氏と共に、 公職追放となり、衆議院議員を退職する。このたり県政友会富山県支部幹事長、日本自由党幹事、合同木材取締役、稲見企業社長、金名鉄道社長などの要職を歴任した。1950年、公職追放解除されないまま死去した。ありがとうございます。